直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあ、ということで12月16日ってことは26日だからあと10日、すごいね。 DVD 発売まであと10日となりました。今日から10、9、8、7、6、5、4、3、2、1ブーってなったら発売になるわけですよ。1日ごとね。いや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 、早いな、早い。ってことはですよ、9月の末に終わったから10、11、12、でもすごいね、2ヶ月で出るんだね、本当に。あ、3ヶ月で出るんだね。いや、頑張ってもらいましたよ。特に頑張っていただいたそのお二人にですね、今週もね、番組に来ていただいております。映像監督の、岡田監督とですね、ライブレコーディングエンジニアのですね、前田さんね、来ていただいておりますので、この後すぐ登場してもらいますね。今週はバタバタするのかな、ザワザワするのかな、ガヤガヤするのかなね、楽しんでいただけたらと思います。うざ、高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。さあ、ということでね、本日のゲストお呼びする前にですね、バタバタする前に告知をさっさとさっとさせていただこうかなというふうに思いますけども、まずはですね、ただいまですね、絶賛発売中でございますけども、セブンイレブンさんでですね、高橋直澄のブロマイド、売っております。ブロマイドって最近聞かないね。ブロマイドね、昭和の香りがしませんか。今もブロマイドって言うのね。え、ブロマイドって知ってる、知ってますか。ほら若い AD は知らないよ。なんとなくは、ほらな、ブロマイドって写真ね、生写真みたいなことね。そうなのよ。それがセブンイレブンさんの何、あそこのマルチコピー機のところね、あそこで、プリントアウトできるわけですよ。好きな柄を選んでいただいて10種類ラインナップがあるんですけども、こちらがですね、この間のツアーのパンフレットに撮影されたポートレートのアウト写真ね、使ってない、あ、もう入れたかったのにな、ね、パンフレットに入れたかったのになって言いながら、なかなか選ばれなかったその写真をですね、僕が選びましてね、今回10種類販売中でございますんでね、お好きなのを選んでいただいたりね、まあ、全部コンプリートしていただいてアルバム作ってみたりとかね、あなたの癖に合わせてね、お楽しみいただけると思いますんでね、こちら12月6日ね、僕の誕生日からですね、来年の1月31日木曜日までね、販売しておりますので、全国のセブンイレブンのマルチコピー機でね、販売しております、ね、皆さんぜひね、嬉しいね、全国で販売できてるってね、これね、全国区じゃないですか。ね、ありがとうございます。それからですね、ただいまですね、その12月26日あと10日で発売になりますライブ DVD、 直澄高橋アライブ2018エメロスツアーのライブ DVD のですね、発売記念イベントツアーが、全国に向かってやっております。東西南北四神折々時間ね、早くしろっていうシンベルと言いますけど、全27回開催しておりますんでね、残すところあとわずかになっております。クリスマス12月24日日曜日月曜日東京ね、アニメが CA カフェ渋谷店、こちらで3回させていただきます。そして12月25日火曜日タワーレコード新宿店、こちら19時半でございます。そして年末最後、良いお年をはですね、12月29日土曜日、東京、新制度サンシャインシティのあれだって、そしてソフマップ秋葉4号館ね、こちらで18時半からね、させていただきますので、ぜひ遊びに来てください。そして年が明けて1月12日愛知県行きます。タワーレコード名古屋近鉄パッセ店、こちら13時アニメイト名古屋店が、17時からでございます。13日日曜日石川イオンモール河北ブックス中田で、
13時から、そしてアニメート金沢で、17時からとなっております。1月20日日曜日、大阪アニメが梅田ロフト店で3回ございます。13時15時17時でございます。1月26日土曜日、広島双葉図書寺、広島府中店14時、そしてアニメート広島店で、17時30分からでございます。そしてファイナルは1月27日日曜日、福岡 HMV&BOOKS 博多で、こちらで12時でございます。アニメが福岡パルコ店で15時でございますね。皆さんもうね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。今回はすごいあのイベント特典用意してございますのでね、皆さん遊びに来ていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。そしてですね、ファンクラブ結成15周年の温泉イベントもですね、詳細が発表されておりましてですね、来年のね、2月16日からですね、始まりますけども、まだまだ見たいんだツアー湯煙4カラーズと題しましてですね、6カ所ね、温泉に今回行かせていただきます。2月16日17日で鳥取県ロイヤルホテル大山ね、そして2月23日土曜日24日でですね、宮城県鳴子観光ホテル、そして3月2日土曜日3日で宮崎県の青島グランドホテルに行かせていただきます。そして3月9日10日で和歌山県紀州、白浜温泉武蔵に、行かせていただきます。そして、23日土曜日24日はですね、岡山県の和州ハイランドホテルね、そして30日土曜日、31日日曜日、3月でございます。こちらは、愛媛県の、道後温泉椿館に行かせていただきます。今ただいまエントリー受付中でございますので、皆さんお早めにお申し込みいただけたらなというふうに思っておりますね。たくさん皆さんと行きたいんですけども、あの上限がございますので ね、その場合はあのこう行けなくなってしまう方もいらっしゃいますので、なるべく早めに、お申し込みいただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。さあ、ということで、たくさん告知がございましたけども、いよいよではですね、皆さんお二人に登場していただきたいと思います。今日もでも実は一緒にね過ごしたお二人でもあるわけですよね。今日ね、多分ね、うん16日ですからね、12月のね、この日は多分一緒に過ごしただろう日でございます ね、ということでね、映像監督の岡田敏也さん、そしてレコーディングエンジニアの前田元彦さんね、よろしくお願いします。今週もよろしくお願いいたします。では自己紹介した方がいいですね。しましょうかね、はい、映像をやっております岡田と申します。よろしくお願いします。トラボー言うの忘れた、はい、音の方をやっております前田でございます。はい、トラボー、はい、よろしくお願いいたします。お二人ね、今週も引き続き、ね、ガヤガヤとやっていきたいなというふうに思いますけど、ガヤ、先週誕生日放送でございまして、皆さんからね、あのたくさん、はい、あのお祝いもいただきまして、なんか同じシャツもいただいたんで、今週はすっかりなんかもう変なスタジオの中になってますよ。三兄弟なんでしょう、このお揃いの服を着た変なおじさんたち。すみませんね、すみません。いやいや、本当にありがとうございます。なんかね、嬉しい限りでございます。似合ってますよ。いやいや、本当にありがとうございます。でしょ、僕何でも似合うんで。そうね、言ってみて、ね、本当にありがとう、おかげさまですよ。なんか二人がいるからなんかね、似合う感じが出ますから。対比でね。対比って言われてる。そういうことです。2人といえね、3人で来てるからこそのこのパワー感っていうのがありますからね。あの音玉の時もほら、やっぱりね、全員メンバー同じ衣装着た時に、なんかあのね、同じアロハを着て、あれもまたね、素敵だったなってやっぱ思いますからね。はい。さあ、ということで先週ね、はい、全然あのほとんどメールも紹介できませんでしたので、なんでかな、なんでだろう、おかしいな。まあまあ、今週もだからね、はい、そんなお二人への質問ね、紹介していこうかなというふうに思っておりますけども、まずはですね、こちらね、福岡市の熊月のレインナーからいただいておりますけども、早い、今回はですね、早い発売日のために今回アライブ開催期間に早めに編集を始められたりしてたんですかって言ってます。してないですね。そういう意味ではしてないです。そうだよね。もう終わってから怒涛のように、うん、この2ヶ月の間にね、うん、やりましたもんね。もうあのドドドンとやりました、ね。ドドドン出した、ね。でももう発売なんですね。もうあと10日なんですよ。びっくり。恐ろしい。恐ろしい。こうやってどんどん年は取ってくのよ。恐ろしい。恐ろしい。
まあね、あとみんなこうちょっと似てるような質問が多いんですけどもね、うんうん、まあ、ちょっとこうこの曲のとか細かくちょっとね、聞いてってみようかなと思います。今回エメロードの作品を作るにあたって、今回特にいつもよりこの部分を特に伝えたいと思った部分があったら教えてください。どうですか？私からですか？やっぱり今回はダンスですね。ダンス、うん、まあね、今までで高島ずみのライブツアーとしましても曲数で一番踊ってるからね。そうね、曲数ももちろん踊ってるし、なんかこうなんかフューチャーしたかったっていうか、なんか割といつもよりももうフロント3、なんかメンバーもいるけど、バンドメンバーもいるけど、なんかフロント3人を中心に絵作りもしたし、カメラもね、今回はね、ダンサー用のっていう部分をつけてもらったというかね。そうですね、抑えてた部分もありましたからね、でなんかあのいつもよりもなんかこう、センターの直澄さんのですね、あのなんていうんだろう、王様感みたいな、だからなんかこうちゃんとこうセンターからこう広がってるっていう感じがすごく、あの周りの2人ね、あの両サイドの2人がうまいんだと思うんですけど、その辺が、だからこう直くんの、広がりをちゃんとダンスで作ってるっていうのかな、3人が、だからそれがすごく良くて、よく見えるようにしてもらったよ本当に、高さがもうね、よれよれしてるもんですからね、はい、だからなんか3人がぴったり合ってるというよりは、なんかこう直くんからこう発してるっていう感じがすごくしましたね。ちょっと今日はそのメールはないんですけど、そういう風に言ってくれてるあのリスナーの方もいらっしゃいましたね。あのライブに来た方で、なんか僕がその指針を扱ってるっていうか、その式紙をこう扱ってる、こう指先でちょいちょいってやると二人がうわっとこうなんか攻撃をするみたいな、そんな風に見えたみたいなね、こう鳳凰が翼を広げたようだって言われる、素敵な表現だな。ね、まだスケスケさん格さんじゃないけれども、なんかこう従えてる感っていうか、で両脇がまたすごいので、なんかその辺のなんかこう相乗効果がなんかいいなと、今回はね特にダンサーもこうパワフルというかね、よりパワフルなんかもね、でパワフルね、よりあのお客さんに対してもアピールもしてたし、楽しそうだったっていうのもね、楽しそうだ伝わってきましたからね。音的にはどうですか、まいちゃんは。音的には、なおさんはもちろんですけど、メンバーのやっぱりスキルが高いんだなっていうのは改めて感じましたね。なんか毎回毎回、あのどんどんその進化しているなっていう腕前が、で、あの最近の作品をライブでやるって結構ハードルが高いなっていうふうに思ってて、アレンジ的にね、アレンジ的に、でそれをどうするのかなって思うと、形にしてる人たちなんですよね、それをね、見事だなって思って、生楽器でこれできるかなって思ってまあレコーディング中 ね、あの思うよね、大丈夫なのかなってちょっとドキドキしてるんですけど、実際ねああやって形にしてくれるっていうのは本当さすがだなっていう、リハの時はやっぱでもざわざわしてますザワザワしてこれどうしますなおさんみたいなこれやるとあの曲の感じは完全に崩れるし、生に差し替えすぎちゃうと、でも音色はここまでしかできないしみたいな、その抜き差しいろいろ調整がね、やっぱリハの時の問題点、ね、そうだからもうあのなんだろうな、あの打ち込みっぽい音っていうのを生でもやりたいっていうことで、その住み分けをしてね、あのそれをすっごい上手にやってくれてるなっていうのをね、あの混ぜながら感心しながらね聞いてましたね。であのミックス作業の時に岡ちゃんから映像が届いて、それを見ると、メンバーこんな動いてたのみたいなねそうまさ弾いてねえみたいな飛んでるみたいなね飛んでましたね。そんなのも含めて ね、なんかすごいなって思いながらね、あれをよく暴れながらハスなんか ね、あんな頭振って、ようやってくれてるなっていうのね。科目に淡々とね弾く人もいい、大したことないっすって、ね、しょうちゃんの真似それどこに二号はねっすやりたいだけじゃん2人ともう満足なんだこの2人顔のこと言えないかせいなさんそれマサわあ。ジンボちゃん、ジンボちゃんわーなの、わー、ジンボちゃんわー、言いそうだね、わかんない、わかんない、あ、でもちょっとそんなイメージある、ひじきじゃねーわ、え、それ、あ、それハスか、似てねやめて
さあ、じゃあですね、ツイッターでもね、質問いただいておりますんで、ちょっとね、ご紹介したいと思いますけども、はい、こちらはですね、朝フラットからな、からいただいております。岡田さん、映像業界を目指したきっかけは何ですか？映像業界を目指したきっかけ、うん、友達がバンドをやってまして、はい、そのバンドのビデオを、まあ、学生時代作ってたんですね。うん、まあ、なんかそれがそのまま仕事になってしまったという、そんな感じ。別になんか大したことはなくてすみません。もともと好きだったとかそういうことではなかったの？でも興味あったの？でもなんとなく始めた感じかな。そのだから何も勉強してないんです私。もう全て自己流。あ、そうなの？はい。まあね、こうなんか、まあ、今でこそいっぱいいろんな学校もありますけど、うん、当時はねそんなのもあんまり少なかったかもしれないしね。当時ね。昔はさ、そんなのがいっぱい。何十年も前ですよ。1800。江戸時代じゃない。まえちゃんは音楽、うん、その録音あのエンジニアになるって。ああ、あれです、よくあのアーティストさんのバッグにつまみがいっぱいある機械あるじゃないですか、うん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 、ミキサーってやつなんですけど、 あれを初めて高校の時見た時に、うん、宇宙船みたい、かっこいい、かっこいいよねあれね。そう、うん、でこれやりたいって言って、もう音とは全く別のところから、機械が好きみたいな、機械がすげえみたいな、このつまみ全部いじりたいみたいなところから入って見た目から入ったのね。見た目からです、もう完全に。このつまみクリクリしたいって言ってドヤ顔でいじってみたいと思って、そこからですね。フェーダーいじってるのかっこいいみたいな。かっこいい、かっこいいよね、うん、あれね。あの5周年、俺の5周年の時の舞ちゃんの特典映像でなんかそのミキサー持って暴れてるんですけど、ファイブベルズって企画の時のね、おかしな前田が映ってます。あ、そうですね、いろいろあって。そうだ ね、 あね、時間もなくてやってるとあんな風になっちゃ う、 そうです、皆さんお気を時間ないのにああいうことやってお気をつけください。困った人だ。こちらはですね、これはなんて読むのかな、スキュアール、スコール、スコール、スクワール、スクワールって読むのこれ。スコールさんからね、今までたくさんのなおちゃんの映像を撮られてきたと思いますが、男性から見てもゾクッとするほどかっこいいって惚れる瞬間ってどんな表情だったり仕草だったりしますか？ない。おかちゃんに聞いてもダメなんだ。でもそんなになんか言い出したらちょっと恥ずかしいよね、なんかね。内緒ですか、ね、なんか惚れてんのがバレちゃう。もう今日一緒でエアルックです、ね、そう、3人一緒の服着てればどんだけ仲いいかってこと分かりますけどね。もう大概ね、もうあの動画で見てください。今週ね、動画を見ると分かると思います。それからですね、はい、ロンゲとアカネメガネからいただいてます。お二人に質問です。 DVD を視聴する際にここは特に集中してみて聞いて、まばたきもくしゃみも我慢してというところありますか？もう似た、みんな似たような質問ですけどね、はい、まず前田さんどうぞ。じゃあ前ちゃんからいきましょうか、はい、ない。発売10日前だからね、頼みますよ。でもあれですよね、まばたきしないで全編見れたら ね、 そうね、見てほしいんですけどね。みんなも、みんなも目カピカピになるぐらいね、涙ジョボジョボになっちゃいますからね。そうですね、ウミガメみたいになっちゃいますから ね。まあ僕が好きなところだったら言っていいですか？うん、いいよ。頭からダンスナンバーがダーッと続いて、うん、はいはいはい、プリズムに入るんです。はいはいはい。でプリズムに入った瞬間にダンサーの2人がパーって、今回はい、ね、ガイさんが花道作ってくれたんですけれども、うん、舞台監督の佐藤さんが作ってくれたんですけど、うん、あれ花道にダーって2人走るんですけど、うんうん、走っていくというかダーって行くんですけど、なんかあの瞬間になんかこう本当になんていうの、こう解き放った感じ、うん、式紙をなんかこう解き放ったって感じがして、なんかあそこすごく好きで、なんかなんか世界が広がったっていう感じがすごくして、そこまで我慢してなるべく行かなかったんだよね。 そのダンスも最初から結構行った方がいいかななんて言ってたんだけど、割とこうタイトにまとめてちゃんときちっとまとまってるじゃないですか。そうそうそう。であそこで急になんかしかもプリズムで行くっていうのがなんかすごく、あ、憎いなって。あそこね、あそこはでも
あのルイ君はもうちょっと早く行きたいって言ったんだけど、うん、僕も僕とガジさんちょっと 待ってってお願いしたのは、俺プリズムでね大きい三角形にしたかったの、なんかそれがあの終わって思ったので、まあ、その辺をちょっと見てほしいなって瞬きせずに瞬きしないね、うん、そこはねもう何回もね、うん、あの DVD 擦り切れませんけども、擦り切れるまで見てほしいなと思いました、はいはい、そんな感じでございます。やっと質問に答えてくれしまった質問に答えてしまったね、ということでね、他にもまあ見どころね、本画も隠しも一応ありますしね、はい、うんうん、隠しはまあ面白い、また隠し今までとちょっとまた違った隠しになっておりますので、見て楽しい聞いて楽しい隠しですか。そういうことでございます、ね、本当にね、ぜひ探してほしいなと、はい、隠しがある DVD を作ってるとこってあんまないですからね、世の中に。隠してますって書いてありますもんね。そう、今回はね隠しっていう、ね、ヒントがもうありますからね。前回から実はね、あの盤面にこのディスクには隠しトラックが入ってますって書いてて、でもほとんど見えないの、文字が潰れてそのぐらいに隠し文字も隠しました。そんなのも前回からやってますので、ぜひ皆さん、ね、来てね、手に取ってね、そしてイベントに参加してね、リブリ見ていただけたらなと思います。いろんな楽しみ方がね、はい、よろしくお願いしたいと思います。ということでですね、ここで一曲そのライブ音源からですねお届けしようかなというふうに思いますけど、今週はまえちゃんから選んでいただこうかなと思いますけども、はい、じゃあまえちゃん何の曲にしましょうか。はい、エメロスでお願いします。エメロス、はい、エメロスを選んだ理由は何でしょうか。一曲目なんで、うん、そんだけかよびっくりした、うんうん、終わりかよって思っちゃったよね。そうね、でもここからやっぱり始まるじゃないですか、うん、まあね、先週もね、赤ちゃんもそんなこと言ってたしね。そうですね、うんうんうん、はい、でやっぱりクールな高橋直美、うんうん、で熱いところもあるし、うん、っていうところで、うん、やっぱりこのナンバーかなっていうね、ところですね。これこそあの生とその、ね、動機のところとの融合感っていうかね、この辺からの盛り上がりとかも ね、まえちゃんのね、あの愛情も岡ちゃんの愛情もめちゃめちゃ感じるオープニングでございますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。では12月26日発売、直澄高橋アライブの DVD よりエメロス。消費カロリー日本一のライブは新境地のその先。ライブ DVD 青澄高橋アライブ2018エメロンスツアー新宿ブレイズ、12月26日発売。ただいま発売記念の東西南北四神折々イベントツアー開催中。全国を駆け巡るぞ。やりきったわ。充実。うわ、見つけたわ。充実。ジューチュージューシー。今週やるの？今週のお題、秋だね、だから私はちょめちょめちょめということでお届けしていただきます。だってこの2人とやれるわけないじゃん。今のちょめちょめでドキドキしちゃった。本当、はい、ありがとうございます。ね、ちょめちょめちょめ。まいちゃんダメ。録音してきたということで、こちら埼玉県埼玉市の花ここからいただいております。もう秋ですね、まあ冬ですけどね、そろそろね。なので私はついに自動販売機のあったかいコーンポタージュを見つけて購入してしまいました。
なるほどね。自動販売機であったかい表示の中にコーンポタージュを見つけると秋になったんだなと感じます。仕事が終わって秋の夜の帰り道は少しひんやりして温かい飲み物が恋しくなります。そんな時、自動販売機のコーンポタージュは最高に美味しくて、ほっと心も体も幸せな気分になれます。ちなみになずみさん、スタッフの皆さん、最近では缶のコーンポタージュは改良されていて、中のコーンが残りにくくなったって知ってますか？知らなかった。裏技でほら、缶のところの入り口のこう押すっていう、じゃない、うんうん、そうするとコーンがこう引っかかりにくい、うん、あれが最初から押ささってるの。マジっすか。缶が押ささったデザイン。押ささったデザイン。こうカンカンカンってやるじゃないですか。そう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 。鼓みたいな、ね、あとこうぐるぐる渦巻きにして飲むとか、ね、トルネード。トルネードスト。そうそうだよ。のインホー。そんなんね、聞いてくださってます。なんか冬なイメージですけどね、コーンポタージュ、缶の。でもね、あったかいのってこのね、11月とか10月のちょっと気温下がった時がね、売れるんで、あのおでんとか、うん、あとは肉まんまんとかもね、この時期が一番売れるんですよ、コンビニ。バイトしてたんで知ってるんですけどね。そうだ。そうなんですよ。続きましてこちらですね、愛知県の高見からいただいておりますけども、こちらですね、秋だね、だから私は年末の大掃除を早めに取り掛かります。寒いのが苦手なので、本格的に寒さが来る前に窓拭きしたり、網戸を外して洗ったり、洗ったカーテンをカーテンレールに引っ掛け、窓を開けてそのまま乾かすこともできます。水も冷たくないし、掃除がしやすい季節です。ちょっとわかりますね。なんか寒い時に大掃除ってなんでやるのってちょっと思ってたんですけど、うん、実は一番いいのは11月だったらしいですよ。12月入るとやっぱもっと寒くなってくるので、うん、あとなんかその夏を乗り越えたあのノミとかガニとかってものすごく生命力強いんだって。で卵とかいっぱい産むので、今のうちが一番いいらしいですよ。もうあと10日とかしかないですからね。今のうちにやっつけとかないと、もうそろそろやんないとね。これやばいわ、2年越しだわ。洗濯物も溜めちゃって、洗濯物も結構溜まってますしね、もうやばい状況になってますけどもね、はい、じゃあそろそろ、じゃあ満を持してうちの隠し玉岡田斗司夫に答えてもらいましょうかね。マジですか。行ってみますか。なんかありますか。秋だね、だから私は、まあ、大して期待ないないでいいの。いやいやいや、つまんないことでも大丈夫ですか。いいですよ。秋というとなんか全然思いつかなかったんだけど、うん、秋といえば茶色かな。茶色、何でも茶色にしたくなるから、なんか例えば服を買おうとするじゃないですか。秋だとなんか茶色にしちゃう。靴を買うにしても茶色にしちゃう。飲み物は紅茶みたいな、まあ、あとだから飲み物はでもホットコーヒー茶色いじゃないですか。うん、コーヒー俺黒い気がするけど、なんか茶色い、ミルク入れればか。いや、あの缶コーヒーでも茶色い缶コーヒー。そんなお母ちゃんは今日ウーロン茶飲んでますけど。茶色何でも茶色。今日茶色、靴も茶色ですよ。あ、本当だ、はい、本当にそうなの。なんでだろうね。それぐらいしかなんか思いつかなかったんだけど、でも、うん、秋になると、まあでも写真の色味とかもね、セピア色にしてしまったりとか、そういうとこもありますからね、うん、それぐらいしか思いつかなくて、なるほど、すみません。いえ、なんか秋になるとこう枯葉がこう落ちるのを見て、人間は人生のおしまいを終わりをこうね思うから、ちょっと散っていく感じね。そう、物悲しくこうね感じたりとかするらしいですよ。だからね、少しこう切ないとか言ったりとかすると思います。ということで、はい、お送りしてきました高橋直美のトラブルメーカー、いかがでしたでしょうか。番組では普通のトラメ、ジュージュージューシーズ、今後のお題はこんな青春をしてみたい、そして重い大ニュース、こちら重大ニュース、そしてさっき書いたのどこ行ったっけ、ちょっつりたいこと、ちょっとつりたいこと、ちょっとつりたいこと、ちょっとつりもしね、番組の感想などなどたくさんのメールお便りお待ちしております。ということで、あと30秒ぐらいしかないですけども、じゃあちょっと番組の感想などいただこうかな。お母ちゃんから、楽しかったです、ありがとうございます。はい、まえちゃん、右に同じです。もう二度と呼ばないと思いますけども、本当にお二人とも呼んでくれ。また来たい。今日美味しいもの食べましょう。ね、ということで、皆さんもいつも本当にたくさんのお便りありがとうございます。ね、番組までお便りメールお待ちしておりますんでね。ということで、トラメカとはここまで。30分のお相手は、はい、映像岡田斗司夫と、はい、エンジニアの前田と高橋直美でした。また来週元気にお会いしましょう。せーの、またね。
消費カロリー日本一のライブは新境地のその先、ライブ DVD 青住高橋アライブ2018エメロンスツアー新宿ブレイズ12月26日発売。ただいま発売記念の東西南北指針折々イベントツアー開催中。全国を駆け巡るぞー。